ミジョバンとなんじゃのママブー TV、 よろしくお願いいたします。はい、元気でしたか？いや、こちらこそ元気でしたか？はい、ね、同時期ぐらいになりまして、はい、復活いたしました。俺はね、熱だけだったんですよ、はい、2日間、ね、はいはい、で、あ、大丈夫かみちょぱって電話した時に、あ、死ぬんだと思ったんです、みちょぱ。みちょぱってもうちょうど1日目で声が全然出なかった時に急に電話がかかってきたから、吉村さんだと思って、みたいな、むせながら途中で電話でね、ごめんごめんごめんっつって、ごめん苦しいんだったらやめとくわっつって、優しい電話をくれたの、お見舞い電話をくれたんですけど、はい、ね、でちょっとちゃんと喋れなかったから。やっちゃったんだっけ？え、俺らがセックスしてやってないです、ね、それだけは本当にやめてほしい、勘違いしないでほしい。でも言われたよなんて、やっぱあなたやってるんだねみたいな。違う違う、本当に違う、え、本当に嫌だ。だからもう世間的には何人か思ってる。やだ、違います。こういう関係で本当にやめてください。超濃厚接触者だと思われてるかも。違います、絶対この方からではないです。こちらは大好評の企画で、はい、まあまあ、かなり今登録者数も再生数もめちゃくちゃいいです。いや、ありがとうございます。今日も今期で爆買い第2弾やったー、やったー。寒い時期だったんで商品とかもいろいろ変わってると思う。確かに。で、お車も買ったから、なんかお車関係のもの、あ、僕欲しいんですよ。見ましょう、うん、いや、見ましょうじゃなくて、何、マジで22だからな、それだけちゃんとしといてくれ。その、毎回やるじゃん。でもさ、女子の方がやっぱさ、ちょっと買い物したりとか物が多かったりするじゃないですか。はい、もちろん。だからちょっとだけ増やしてくれてもいいかなって。我慢しろっつってんの、ルールに乗っとれっつってんの。いけるいける、大丈夫大丈夫。お二人お休み行くから買い物とかも行けなかったね。全く。確かに。だから今日そこ買い物じゃない。いや、本当に今ね、日用品とかめっちゃ欲しいのいっぱい溜まってるから。しかもこれあれでしょ、中目のドンキでしょ。そうです、総本山でしょ。私めちゃくちゃ来るから、うんうん、2ヶ月に1回は来る。もう行っちゃいましょう、行きましょう。じゃあ、はい、行きましょう。はい、行きましょう。マブマブ、はい、着いた。え、ロレックスだって。本当だ。え、こんなにあんの？何これ？サイズでやってるんですか？吉村さん、サイズ。え？いや、私はもう、いや、もう何も買えなくなりましたよ。はい、タイミング悪いな。タイミング悪かった。もうちょっと前だったら買ってた。ロレックスまで売ってんだ、ドンキ。でもこれちょっと予算収まりきらないと、さすがに。予算とかのレベル、お願いのレベルじゃないでしょ。これでお願いって言って俺があなたに買ったら、もうそれはもうやっちゃってる。確かにそう思われる。 それは勘弁してほしい。見て見て、あ、なんだこれ、またやってんのか、その辺の泥拾ってきて詰めて。違うって違うの。河川敷の泥集めてお前パックにして売ってんだろお前。なわけないでしょ。これ私が作ってるプロテイン。あ、プロテイン。はい、シリカプロテインってやつを先月ぐらいから発売して、そう、中目のドンキさんで置いてくれてるっていう情報は知ったけど、まだ見に来れてなかったの。でかっ。嬉しい。こんなに、こんなパネルまで置いてあるよ。本当だ。ありがとうございます、本当に嬉しい。ぜひね。じゃあ俺買うよ。え、買ってほしい。せっかくだからね。え、大きい方買ってよ。予算がさ、あ、そうかそうか。いや、嘘大きいのは1ヶ月分だから。うん、じゃあまあちっちゃいのを返して、うん、やった、ありがとうございます。皆さんも買ってください。あ、ちょっと待って、私もう欲しいの見つけてるから。はい、2つ。前も買ったじゃんそれ。お前で、ドンキでメディヒールのパック買うと安いの。なるほど、じゃあこれ買おう。普通だったらめっちゃするから、これ1250円で安いですよ。じゃあ種類ありますよ。何がどうなの？これはちょっとそういうちょっと肌荒れたりとか赤みが出た時の鎮静するやつ、うん、でこれ保湿系で、これが結構多分美白かな、あの透明感が出たりとかする。あ、じゃあこの2つ買っていこう。美白がいいの意外と。え、そうなの？この期間中に美に目覚めた。そうなの？これも使ってます。でも私はでもね、これはねまだあるの。何これ？顔とか服用のタオル。そんなのもあんの？使い捨て。これめっちゃ今ね話題になってる。あ、じゃあすぐ買うじゃん。なんか久しぶりに買い物するから買い用品が欲しいのよ。あ、ちょっと、ま、ここがね一番あのいろいろ売ってるとこなの。そうなの？韓国の化粧品とか最近もドンキすごいから。じゃあ俺行ってくるよ。あ、はい、さよなら。別行動。そっちの方が私も気が楽、いっぱい入れられるし。カップホルダーが欲しいんですけどね、合わないんですよ何買っても。いや、こういうやつが、あ、ドリンクホルダーというか、一つも合わないんですよ、マクラーレンが。いろんなの買ったんですけど、ここに1個だけあるんですよ、穴が。2個あるんですけど、こういう風に。
でもここに飲み物と灰皿とか置きたくて、これが置けるぐらいの、まあ、これ灰皿だからこれの根元がこのぐらいのサイズだったらいいんですよ。まあ、これを買ってみましょうか一回ね。これ一回ちょっと買ってつけてみて、ダメだったらまた、ダメだったらもう作ろうかな。情報欲しいんだよな。これだったらつけれますよっていう。だこういうやつの方がいいんですよね。吸水クロスみたいな。続かない。はいはいはい。まあ、これを買いましょう、まず。いいっすね。意外とみんな締め方わかんないから手垢つくんですよ。前買ってた人いたじゃないですか、マクラーレン。このマブマブに出てくれた人、はい、どうやってつけてたのかなと思う。なんかつけてたのを見たんです。マスカラリムーバー。マスカラをちゃんとメイク落としだけじゃなくて、まずリムーバーってこれで取ってからやるといいっていうのをたった昨日田中みな実さんに教えてもらってしかも田中みな実さん買ってくれた昨日、いやもう本当にみな実さん様様ですから、私はもうみな実さんでできてますから、いろんな情報を昨日もたくさんもらって。しかこれは本当はこうやって箱で売ってるのに、ドンキはこういうバラ売りもしてくれてるんですよ、1個。だからお試しで試しやすくて、これはなんか塗るともうもっこもこの泡になって、目の近く塗りすぎるとちょっと危険なぐらい。興奮してます今私。待って、メディヒールのまた違うやつ見つけちゃった。特別なメディヒールって書いてある。絶対こっちの方がいいじゃん。調べます、すぐ調べるから。ブラックマスク、ブラックなんだ、黒なんだ。あ、保湿しながら美白ケアができるって。え、やっぱ吉村さんにちゃんと教えといた方がいいかな違うの渡してる。ちょっとね、美白系は気になるんだよね。 EGT はなんだ。これはハリ感をアップさせるだって。これはオレンジは肌のくすみが気になる方、美白強化。え、これも美白。ちょっと待って、美白ありすぎてわけわかんないんだけどえ、めっちゃ凝ってる。こっちの方がすごいやつが初めて見たの。こんなのパック、これ本当。ちょっと待って、よっこらしょ欲しいじゃん、はい、あ、じゃあそれにしようかな多分これよりはこっちの方がちょっと高いもんだって。500円も高いから、うん、こっちの方がいいと思う、うん、肌のきめ細かいくしたいやつ、美白とか張り、うん、かこっちも美白っちゃ美白。これにしよう。くすみとか飛ばしたりするのもこれ。これ黒いんだってパックが。じゃあ3つ買えばいいか。めっちゃ買いますね、うん、急に美容に目覚めてるじゃん。あ、これ欲しかったのに最近発売されたんですよ。 こっち売ってんじゃん、こっち買う。そう、もともとこのマジョリカマジョルカっていう普通のコスメブランドのまつげ美容液を使ったんですけど、それの濃厚バージョンが発売したっていうのをマジでツイッターで見てて。より効くってことですか。そうらしい。1000円ぐらい上がってるから多分いいと思う。ま、まつげマジで大事だからね。よしよし、いいぞいいぞ。可愛い人いるなと思ったら先輩の奥さんだったこれみちょぱ、あ、本当だ、みちょぱさんプロデュース。何、どんだけプロデュースしてんだこれ。あ、でもいい匂いすんな。一番どれなんだ、これかな。でこれで何枚か持ってって、まあ、簡単かなこれだったら。はい、もう全然匂い違うからこれすぐ分かるよ。これがチョパさんの匂い、はい、分かんなかった、はい、もう帰りましょう、はい、あ、いたいた。さあさあチョパさん、え、何、この4つの中に、はい、あなたがプロデュースした香水があります。舐めてもらっちゃ困りますよ、はい、まず帰りですか、はいはいはい、な、何個入ってる。1個だけ。1個だけ、1個だけ。どの、あ、これ違う、はい、はい、あ、これも多分違う、はい、え、これも違う。男の匂い、これです。正解です。早っ早っ全然これです。早っ、全然違うもんね。残念でした。私時間とかかけてちゃんと作ってるんで。鼻つぶれてないんだね、コロナで。そう、それも大丈夫だから、はい、ありがとうございます、はい、おすすめです。プアナナラって言います。後で見に行くけど。プアナナラ、違う違う、プアナナ ラ、はい、ここにね、だから私の香水があるはずなんですよ、さっきの。あ、はい、ありました、こちらです。プアナナラでございます。ハワイとかそういう南国系の香りを意識したものを作ってて、最近このナチュラルロカヒっていう夏限定の香り、こちら9月いっぱいぐらいまでは発売してるので、
ぜひ見つけたら買って買わないと損です。でもし人気だったら夏じゃなくても売ることができるかもしれないんで、気に入った方はね。すごいちゃんとこういうポップも書いてくれてる。そうやっぱこれも店舗によって優しさが出るんですよ。プレゼントとかでもいいんですか？喜ぶと思う。でしかもこのナチュラルろ過皮に関しては結構ちょっとウッドっぽいその大人な香りもしながらさっぱりしてるからメンズでもつけやすい。しかも値段もそんなに高くないですよ。ほら3300円。だからぜひぜひね、あのプレゼントとかも本当におすすめです。え、吉村さんどこ行った？もう下行った？下行きます？ねえ、でけえな。うわ、広い。あ、入浴剤やっぱ欲しいですね。これめっちゃいいっすよ。え、もう香りがレベルが全然違います。あ、じゃあ買おう。じゃあラベンダーと、あ、肩こりとかいいね、これ。じゃあこの2つ。あ、柔軟剤だ。あったあった。これです。はい、もう詰め替え用が2個しかない。ほら、これ2つ買いましょう。大好きなやつ。1個セットって書いてあるから、福袋じゃないですよね。もう答え出てるから。いや、これぐらいのサイズでグビグビ飲んでみたいんだよな。お得だ。よしよしよし。これうまいですよ。玉ねぎでたっぷり入ってるポン酢、まあお肉にも何でも合うんですけど、シャキシャキしてるんですよ。ジャックダニエルですよ。なんだこれ。あ、バーベキューの？バーベキューソース。はあ、バーベキューとかやる予定ないけど、まあこんなもんかな僕は。ね、待って、でもさ、まだいけるよね。これが1200円でしょ？え、全然いけるよ。一番向いてないよ。え、ちょっとじゃあさっき迷ったパック全部買おう。この小分けのやつも箱にするわ。オッケー、大丈夫、下行こう。え、終わった？早くね。あ、私これは買います。これは安くてコスパがいいヘアマスク。この使い切れのやつ欲しい。3つぐらい買っとこう。ほんで私のね、はい、ボディクリーム、私の歯磨き粉これですね。はい、いつも使っております。で、これもいいっていうのをね、ツイッターで見たんだよね。買ってみよう。こんばんは。こんばんは。あれ、終わったって聞いたからちょっと急ごうかなとか思ったけど、まだ終わってないね。終わったよ。終わってないね。嘘だろ。もういいよ。入浴剤が欲しかったのよ。あ、これね、汗がめっちゃ出るやつ。これ高いやな。でもまだいけるか。炭酸で柔らか足シート買おう。よし、私の柔軟剤はこちらです。この小分けのね、こんぐらいのちょっと食べたいなってぐらいの時のやつ。え、カラムーチも食べたい。早く行こうぜ。え、ちょっと待って。え、白トリュフがあるよ。これ黒トリュフあったじゃん。白まであると。あ、そう、このトムヤムくんのがこの間コロナの時にめっちゃ食べたくなって買いに行けないから買っとく。あ、一蘭のラーメン好きなんですよ。一つだけ買ってって。小腹空いた時食べるやつ。トイレットペーパーが欲しいの。私の使ってるトイレットペーパーです。え、シゲキックス、プッチョ、夢のコラボじゃん。シゲキックスってだけない。あった、大好き、止まらない。もう今見ただけよだれ垂れてきた。こんなもんかな。オッケー、これでピタリ。はい、私のフリスク。ピタリ賞狙ってるから。私ピタリ賞だと100万くれるからね。本当、はい、量少な。はい、マブマブ。私から行こう。まず予想はおいくらですか？19,500円。ちょっとおいくらですか？あ、すみません、ピタリ2万。ほほ、大丈夫。2万5,545円。ちょっと、ありがとうございます。ちょっといくらですか？25,545円です。ありがとうございます。違う違う違う、おかしくなってるってこの人も。え、25,000。これは今回私ちゃんと計算しました、頭の中で。うん、大丈夫大丈夫。ほら、計算ない。は？ん？ちょっとお前いい加減にしろよ。どういうつもりでやってんの？どうしてあんなに俺を責めれたの？あれ？ちょっと待ってよ、おかしいな。ポリポリポリ。まだあるだろ。いい感じ。あれ？5,000円。5万7000円。ちょっと待ってよ。あれ、どこで間違えたんだろう私。トマさん、あの段階でもう超えてました。あの戻った段階ね。やっちゃったな。やっちまったな、ね、何？そういう時だけなんかさ、可愛い声出そうとする努力やめた方がいい。なーに？なーにじゃなくて、全然違うじゃん。ね、やってることが。なんかデジャブ？デジャブ。まただよ。
でも、うん、私のポスターとかもいっぱいいたじゃないですか、はいはいはい、こんだけ貢献してくれる中目黒のドン・キホーテさんにお金をやっぱりね入れなきゃと思って、うん、感謝の気持ちを込めて3万2000円買いました。自分の金使えよいつできるの我々ちゃんと予算内に。でもさこれ大問題だよ。登録者数も増えてんじゃん、はい、こんぐらい見逃してよいやいや毎回見逃してんだよ本当にオタクだからいつかできるようになりましょう。そうですね予算内に。ちょっと久しぶりの買い物だったからちょっと舞い上がっちゃったから、はい、すいませんちょっと本当に買いすぎました、はい、でも本当に助かります、はい、だからいつかこのドンキさんとのね、はい、コラボをクリアできるようになるまで、はい、我々買い続けますんで、はい、よろしくお願いします、はい、クリアならずということでした。ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。イエーイ。